D さん怪しくない？今見てるけどどうだろう。これどっちなんだこれ。あ、ゆりさん怪しいな。なんで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 。何が怪しかった？これ直屋さんじゃないの？酒渡しに来る必要あんのマジで。さあ行くぞ。送らせていただきます。これ電車に引かれたらもうダメだな。あ、まあでもでもあれですよ。修正されてほら。ダウンだけ。あ、そっか、ダウンだけ。それでは送ります。はい、あ、マジか。ああ、またカツさんのペアだ。ああ、こっち。いやもうマジでわからん。本当にわからん。この時点じゃ。マジでわからん。さあ誰かな。ミツさんよろしくお願いします。よく会えてました。もうちょっと力強く言ってよ。やるようになったら。あ、間違えた。どれを早く間違えた。え、これ持ってるのずるくない？お、でもこれで俺が耳鳴りさせればいいんでしょ。あ、来た。どこにいるんだ、本当。あ、いいね、それ分かりやすい。え、どこに鏡出してる。あったあった。最果て、最果てじゃないですか。はーい。あ、いやでもうまいな。あー、直江さんがファーストか。直江さん欲しいとか言ってください。欲しい。早くない？早いよ、まだダメージもらってないじゃん。もう直江さんだよ、もうこれ完全に。ちょうだいちょうだいちょうだい。あったあった、タゲチェンした。あ、タゲチェンしたんだ。はい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 。あ、ちょっと待って。あ、Dさん怪しくない？今見てるけどどうだろう。Dさん怪しいな。あ、ミスちゃった。あ、怪しい。袋つけないの？ありがてありがて。袋つけないんだ。ほー、カティさんが思わずあーっていうのも怪しい。ありがたい。あ、頼もしいな。でしょ。あ、お酒。ノリ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 。お酒。お酒。なった。どういうこと。D さん怪しいな。袋どうした。ちゃんとやってください、 D さん。ほんと怪しいよ。あるなぁ、ちゃんとやってくんないと。おっと、おぉ、ナイス。お風呂使った。ナイス。 D さんこっち、 D さんこっち。お酒、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 これどっちなんだこれ。何が赤かったんや今の。これどっちなんだマジで。そう、ごめん D さん。あ、そっちに囲み出すんだ。くそ。うっと。あ、ゆりさん、あ、ゆりさん怪しいな。なんで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 。何が怪しかった？怪しいな。どうだどうどうどう、怪しいね。あ、そこで板当てるんだ。ダメなの？うわ、怪しいな。ダメな、当てたら。あ、でもこれちょっとまずいな。うわ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 、ちょっと。いや、ニルイさん粘着入ってほしいですね、これ。あ、オッケーオッケーオッケー。お、やばい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 。あ、あかん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 。あー、怪しい。こっちだったんだ。ニルイさん、これ怪しいぞ。怪しいぞ。お前ら絶対、お前ら絶対投票してやるからな。え、グさん、だってさ、ニルイさんさ、最初からなんか粘着してて、全然解読もしないね。あらららら。で、これ、これ、直屋さんじゃないの？酒渡しに来る必要あんのマジで。ゆるいさんかな、はい、これは、はいはい、お酒ください。お酒ないの？あ、もう全部使いました。全部全部 D さんに。もうラムネ使っちゃう。なんか来てない、こっち。気のせい。 D さんチェイスしてる。あ、してるしてるしてる。いや、わかんないなこれ。あ、もう怪しいったらあれしない。救助欲しいです。黒溜まります。はい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 。みんな怪しいよ。じゃあ暗号機あげますね。はい、オッケー。やっと1台。遅い。めっちゃ遅いんだよ。思うじゃないですか。これこれ今回カティさんがやってないって気のせい。ねえ、誰か助けてほしい。俺ちょっと救助無理かも、これ。あれ、かなり厳しい、かなり厳しい、かなり厳しい。あれ、厳しい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 。ミスった。オッケーオッケーオッケー。ミスっカティさんがそこでミスる。おおおおおおお、じゃあ D さんは絶対飛ばしてはいけない人ってことですか、赤木さん。ナイス。どうさん、オッケー、いいね。怪しい、怪しいですね。何が怪しいね、それの。何が怪しいの。袋3匹目の何が怪しいの。これ、
カディさん、これわざと D さん、鳥羽さん用にしてません。どういうこと。ナオヤさん、最果て方向の暗号機お願いします。はい、来てる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 、これまで、やばい、オッケー。あーよし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 、袋を4話目怪しいって。待って、袋を4話マジで普通にすごくない。めっちゃ似てた。え、グッさんどうも怪しくないこれ。いや、怪しいですよ、普通頼んでる。袋、やばいよね。なんであの二人が団結してんの。これは決まり。やばんね、未来の今のうちに救助。決まった、今のうちに救助。あ、なんで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 。あー、はいはいはい、からのからのからの、さあどうする。あー、いい距離感で履歴してんな。誰が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 。結構きついな。飛ばす、うん、飛ばすでしょ。おう、すんです。はい、ゲート守らなくていいの？ゲート前行かない。あ、行った。キスグさんはどこ？あ、乗れなかった。え、ゲート前です。ゲート前。はい。あれ？誰だ？これ普通にまずいぞ。ちょっと待って。誰だ？いや、行ける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 。本当に？バーメンゲートで野人中間で行けますよ。バーメンどこにいるぞ。ナオヤさん今、ああ、はい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 。何、何、D さん、何。おかしいな。え、あれ、あれ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 、あ、飛んできた、飛んできた。いや、でも瞬間移動来るんで、これ野人もう一回中間で。野人中間、はい、こっち開いてます、こっち開いてます。開いてんの。あ、飛んできました。はーい、これ岸部さんはでも違いそうだな。引き分けはいける、引き分けはいける。いや、僕体力300%したんで。多分岸部さんは違うと思うんだよね。まあでもスクロー4話は絶対 D さんですけどね。いや、何が悪いのそれ、どこが悪いの。あれはもう試さしさっていう表現やと思う。あ、開いた、開いた、開いたか。あー、でもこれあれかな。うわ、マジか。待って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 、あー、もうダメか、ノーマン切れてるか。うわー、マジか。エラルギリシャツを出したんで。え、なんてなんて。いや、取れ高的には勝ってほしかったなって。あれ、え、ニュレさん、ちょっと悲しい。やばい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 。ちょっとちょっとちょっと悲しいな、これちょっと悲しい。これ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 、あー、あかん、触る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 、あ、待て待て待て、間違えた間違えた間違えた、待て待て待て、あ、あー、あー、怪しい。あれ、こっちゃこっちゃこっちゃ、まだまだ。もがける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 。全員強人なんだって。何で強人か、全員強人やん。また強人か、勝ち負けじゃなくて、ほんまに素で強人やもん、みんな。無理やりすぎでしょ。いや、これででも一気に多分わからんくなったぞ。みんな優しいな。全員強人やからリアル強人がわかんなくなるんですよ。いや、でもこれもう大体分かりましたよ、誰が誰やか。さあ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 、ジャッジメントタイムですよ皆さん、はい、果たして誰が強人なのか。まあもうこれは一人しかいないでしょう。いや、もう僕は分かりました。いや、最後の二塁さんもアーム治療しますよ、あれ。あー
確かに普通だったら興味がないです。そう負けでいいから、もし乗ってたらあそこ出るから、はい、だからイノシシでタックルしたら3人ぐらいありましたよ。確かにそれは多分レベル的なことやろうけど、俺が悪いみたいな空気になってちょっとやめてよ本当に。ミノさん、なんで最後回復したの？すみません、ちょっと、はい、ごめんなさい。でも D さんが二塁さんを攻めてんのも怪しいな。ああね、怪しいよね。前半 D さんやと思って後半二塁さんやと思ったんですよ。はい、D さんだってね、最初なんかお酒もらおうとしてたし、無理やり。いや、そう、直屋さんがお酒もらおうとしてたし、ね、直屋さんがね、追われればいいのに D さん自分からチェイスもらいに行ってたし。直屋さんがお酒くれなくて。いや、体力満タンで、ね、うん、ええー、さんが最初1回目でプロを使わなかったしさ、それは全然まだと使わないで2回目だったっ、何のためにね、疑心ないよね。怪しいな、名前さん。いや、さっきカティさんが墓守で人狼やった時めっちゃチェイスしたけど人狼やったパターンと同じだと思うんですよね。カティさんそういう取り方しに行くと思う。 あえて人狼の D さんを追って通電波で行かせたみたいな。いや、人狼の人はよく喋るんですよね。ね、俺らを置いてけぼりで2人で戦うのやめてくんね、マジで。しすぐさんも入れてよ、ちょっと。いや、もう僕は分かってるんで、もう。あ、本当にですか？オッケーオッケー。はい、全然大丈夫です。それでは、はい、グッズは誰、グッズは誰やと。え、ナオヤさんでしょ。なんで思う方に投票してください。はい、それでは準備をお願いいたします。ニャップも人狼扱いされんねんけど、うん、いや俺は D さんに投票しますよ。さあ、それではよろしいでしょうか。準備よろしいでしょうか。はい、いきますよ。はい、せーの。はい、嘘。おい、直屋さん、嘘でしょ、キツグさん。ということで、なんでだよ。直屋さんが2票、直屋さんが釣られてしまいました。バキューン。さあ、どうでしょう。今回、強靭になってもらったのは、ジグ D さんでした。言ったやん、その作戦って。袋用はおかしいって。なんでみんな俺投与すんの。ブルブルブー、どういうこと。袋用がおかしいって。おかしくないですよ。事実じゃん。人狼出たんだって、もう。おかしかったんだよ。よし、正直なこと言うと、普通シンプルに用が食べられてみたいとかありますよね。え、ほんますか。はい、全然こっちガチガチだったよね。ねえ。で、最後の最後にやっと釣られるときに、まあ、立ち止まってくれて、俺が やらせてもらったんですけど、はい、それは結構ガチガチでしたよ。そうですね。ガチガチだったわ、本当に。はいはい。あれ、俺が見てたからリテクできなかったってことじゃん。間違いない。宮城さんがずっと見てたから。あ、そっか。飛ばすしかなかった感じですよね。今、直江さんが完全にかき乱して、うん、俺、絶対直江さんだと思うの、最初から。俺は何やっても理的なんだよ。中根さん、本当に名前さんいると。いや、今日でわからん。一応でも D さん抜いたら票割れてますからね。あ、D さん抜いたら、あー、まあ、あ、確かに。俺かな。でも D さんはすごいな。でも D さん要素なかったからな。え、どっちかっつうと、だって今の負けでしょ。D さんは。いや、そう、まあまあそうですよ。自分ら普通にね。いや、だから、二塁さんがうまく粘着して、D さんを利的にさせなかったってのが良かったかもしれないですね。ああ、なるほどね、うん。はい、サバイバーサイドとして。じゃあ、二塁さんの最後の野人のあの治療、恐怖は、数やったっていう。いや、数やこれだか。完全に自分の動画で落ちてきに行った行動っていうことですね。そこに繋がんの？マジで。あのエンディングに繋がるってことですね。今褒められるんかなと思ったの。そういうことだ。そっちなんだ。まさかすぎるな。
いうことだ。全部ひっくり返してくるのマジか。全部ひっくり返されたわ、本当に。